もしかして私のことご存知なんですか？あ、すみません。なんとなくどこかでお会いしたような気がして。いえ、初めてですよ、お会いしたのは。そうですよね。頼むから、俺の思考を読まないでくれ。相棒、寒かったら言ってくれ。あの中に入れて温めてやる。その前にお前の心を入れるべきだ。すればいいんだ。相手にするな。巻き込まれて怪我するぞ。伊達さん、お茶冷めないうちに飲んでくださいね。ああ。そっか、私たちが手をつけないから。
そうね、いただきましょうか。もしかして左利きですか？ああ、ママ、昔は右利きだったんです。でも今は。ちょっと動かなくなってしまって。そうですか。さてと、そろそろ行かないと。伊達さん、もう一度会えますよね？どうかな。俺は警察の人間だ。もし次に会うとしたら、あまり望ましくない事態が発生した時だろう。あ、瑞希の友達ならその関係で会う機会があるかもしれない。あいつは俺んちの居候みたいなもんだから。え？それじゃな。失礼しました。では私はこれで。お気をつけて。伊達、これまでの情報、少し整理しておかないか？ああ。そうだな。
前、そこにエロ本隠してるだろ。隠してねえよ。なんでそんなとこに隠すんだよ。ボスの得意技だな。ピンハネか。翔子の死亡推定時刻は昨日金曜日の午後5時前後。死因は区間前面部を複数の箇所にわたって刺されたことによる失血死。凶器はどうやら水木が持っていたアイスピックと考えて間違いなさそうだ。現場には指紋や毛髪を含めて犯人の手がかりになりそうな遺留品は一切残されていなかった。死体発見時、翔子を乗せた馬に血痕は見当たらなかった。つまり、あそこが殺害現場ではない。翔子はどこか別の場所で殺されて、あのメリーゴーランドへと運ばれてきた。だとすると、水木が犯人というのはありえない。水木はまだ12歳。車の運転なんてできないし、一人で死体を運ぶことなんて。もしかして、疑ってたのか。少しでも可能性があるなら考えてみる。それが俺たちの仕事だ。とにかく良かったじゃないか。これで水木が犯人という可能性は限りなく低くなった。まあ当然といえば当然だがな。あいつが実の母親を手にかけるなんてありえない。そんな度胸も根性もあいつにはないんだから。アイボン、昨日の出来事時系列でまとめてくれないか。了解だ。水木の携帯にナイルしたのは誰なんだ。まあ普通に考えれば犯人だろうな。だが水木が全く知らない他人から呼び出されてホイホイと出向いていったとは考えられない。では他人ではなかったのだろう。知り合いってことか。もしくは犯人が知り合いの携帯を使ったかだな。相棒、お前のハッキングスキルをもってすればナイルの送信者はたやすく特定できるんじゃ。それがナイルのセキュリティは強力でな。解析するのにしばらく時間がかかるんだよ。さあな。かくれんぼでもしてたんじゃないか。かくれんぼか。真に受けるなよ。お前がよく言う冗談ってやつだ。死体はメリーゴーランドの馬の上に縛り付けられた状態で発見された。このことから犯人には死体を隠す意図がなかったことは明らか。むしろ誰かに見せつけることを目的としてあそこに設置したものと思われる。自己顕示欲の高い犯人。あるいは何らかのメッセージが込められているのかも。なあ俺、しりとりでもしないか。ああいいぜ。しりとりのリリリリリボン。イエーイ。殺意が湧いてきた。無理するなよ俺。分かってる、大丈夫だ。大丈夫には見えないが。やあ、俺の名前は伊達かなめ、よろしくね。なんだって。俺も同じ名前だぜ。偶然だな。もしかして薬の量が多すぎるのか。
死体は左目がない状態で発見された。失われた左の眼球は未だ見つかっていない。なお、イリスの話によると、太田が死体を目撃した時には、左目にアイスピックが突き刺さっていたらしい。どうしてそのアイスピックを水木が？まさか、水木が左目を？ブルームパーク周辺の監視カメラの映像を調べてみたんだが、どういうわけか一台も見つからなかったんだ。何が？車だよ。昨日園内の駐車場や付近の道に停車した車が一台もなくて。確かか？ああ、間違いない。じゃあ犯人はどうやって死体を？わからん。おっかえり。診察が終わったから連れてきたの。水木。じゃあ失声症は？うん、まだ喋れないみたい。いいのかよ、連れてきちゃって。ちゃんと病院の許可は取ったわ。あそこの院長、看護師に手出してるみたいなのよね。そのことをネタにして揺すったら連れてってもいいって。そういうのは許可とは言わない、恐喝だ。とにかく伊達くん、あなたがやるべきことは一つよ。分かってるでしょ。シンクして。水木の法的な保護者は実の父親である沖浦蓮司だ。あいつの許可は取ったんだろうな。それが連絡が取れないのよね。え？だがあいつは所轄の警察で。事情聴取は昼過ぎぐらいに終わったみたい。その後ふらりと行方をくらましちゃって。どうして？さあ、私に聞かれても。今やらなくていつやるのよ。アビスはこういう時のために結成された組織よ。それに水木の潜在意識に潜り込めば彼女を助けてやれるかも。水木の失声症は心因性のものよ。彼女は今心に深い傷を負ってる。実の母親のあんな姿を見ちゃったんだもの。無理もないわよね。彼女の脳内にシンクすればその傷を癒してやることも。伊達くん、あなたしかいないのよ。水木を助けてやれるのは。このタイミングで聞く？それ手がかりがないから。もしかしたら水木は現場で何かを見たの。その何かのせいでメリーゴーランドの柱の中に隠れたの。ところが彼女は何を聞いてもうんともすんとも言わない。こうなったら彼女の潜在意識に潜り込むしかないでしょ。なあピューター、相棒の性格についてだが、もうちょっとこうなんとかならないもんかな。なんとかって？もう少し控えめにというか、おしとやかな感じにしてもらえると。もしもそんな風に改造しやがったら、お前の眼下の中で自爆してやる。
こえてたか。今のところバイタルサインは安定してます。脳波も正常。このままならいけそうです。水木はまだ12歳だ。本当に大丈夫なんだろうな。装置の安全性は十分保証されてます。心配ご無用です。プロレスでパイルドライバーをするときによく使われるものだ。どっから仕入れた知識だよ。シェケナベイベー。それはロッカーだ。間もなく終わります。伊達君、シンクルームへ。分かった。あ、伊達さん、水木ちゃんの様子がちょっと変だ。心拍数が上昇してるし、脳波も乱れてる。もしかしたらこれから何をされるのかと思って不安になってるのかも。伊達君、彼女を安心させてやって。安心させるってどうやって？失声症は心の病よ。耳はちゃんと聞こえるし、言葉も理解できるはずだから、とにかく何か話しかけて。んなこと言われたって。水木、お前には話してなかったが、俺は普通の警察官じゃない。警視庁の特殊捜査班、アビスってところに所属してる。正式名称は、アドバンストブレインインベスティゲーションスクワッド。最先端の技術を利用して、人間の脳内を操作する。そのために結成された組織だ。世の中には、いろんなタイプの容疑者や参考人がいる。嘘つきだったり、何も話してくれなかったり、頭を打って記憶喪失になっちまうやつもいれば、心に深い傷を負って記憶を閉ざしてしまうやつもいる。そいつらから手がかりを得るにはどうすればいい？頭の中に潜り込めばいいんだ。真実は必ずその中に刻まれている。そいつを見つけ出すのが俺たちアビスの仕事なんだ。これからこいつを使ってあることをするが、大丈夫。何も怖がることはない。痛みはないし、後遺症もない。全てが終われば元通り、何事もなかったように日常生活に戻れる。俺はこれからお前の頭の中に潜り込み、犯人に関する手がかりを見つけ出すために。それだけじゃない。水木の心の傷を癒してやるのも
目的の一つだ。失声症が治れば彼女自身の口から情報を聞き出すことも。シンクってのは誰かの潜在意識に潜り込む行為のことだ。心の奥底に向かって沈んでいき、対象者の深層部分と同期する。この機能全体のことをシンクシステム、潜り込む人物のことをシンカーという。シンカーは対象者の夢の中、ソムニウム世界に入り込む。ソムニウムとはラテン語で夢のことだ。アビスには合計で6人のシンカーがいる。そのうちの一人が俺なんだ。なみずき、全部終わったら、そうだな。豚の餌みたいに品のないラーメン、俺は苦手だが、お前は大好きだったよな。付き合ってやるよ。言い方を選べ、伊達。これでも選んだつもりだな。伊達さん、心拍数が正常に戻りました。脳波も安定してます。伊達くん、配置について始めるわよ。ああ、伊達さん、一つ言い忘れていたことが。シンクシステムに新しい機能を追加しておきましたから。新しい機能？シンクすればわかります。とても便利な機能ですよ。なんだかよくわからないが、了解だ。伊達くん、準備はいい？ああ、いつでも OK だ。いつも言ってることですが、ソムニウム世界に潜っていられるのは6分が限界ですからね。それを超えたら、シンクした自我は対象者の脳内に取り込まれて。わかってる。必ず6分以内に手がかりを見つけて戻ってくる。頼んだわよ。じゃあ、始めましょう。なんだよそれ。ちょっとな、未来からやってきた暗殺者風に登場してみたかったんだよ。どうせやるなら全裸でやれ。ここはブルームパークか。落雷に巨大な鳥かご。今の水木の心の状態を象徴してるのかもな。やはり翔子が殺されたことが水木にとって大きな心の傷になっていたということか。水木はきっとあの柱の中にいるはずだ。手がかりを得るためにも、あの雷と鳥かごを取り除いて水木に接触してみないとな。さて、さっさと調べないと時間がなくなるぞ。その必要はない。周りを見てみろ。周り？これがピュータが言っていたシンクの新しい機能だ。時間を止めることが？私が立ち止まってる時だけな。まあ厳密に言うとものすごくゆっくりとではあるが、時間は流れているんだが、今私とお前は超高速で情報の伝達を行っている。だからあたかも時間が止まっているように見えるだけで。簡単の夢って知ってるだろ？中国の故事だな。ある青年がほんのちょっとうたた寝している間に50年にも及ぶ一生の夢を見たという。それと同じだ。夢の世界の時間の流れは
現実世界のそれとは異なる。とにかくこいつは便利な機能だ。ソムニウム世界にはおよそ6分間だけしか滞在できない。だがこの機能を使えばじっくりと探索を行うことが。よし、では早速だが始めよう。ソムニウムスキャン開始。まず水木の元へたどり着くために鳥かごに落ち続けている雷を何とかしないと。雷は高いところに落ちる性質がある。それを利用すればいいってわけだな。翔子の写真にアイスピックが。相棒、向こうのスピーカーが振動してるぞ。うん。このアイスピックと連動しているのか。さてどうするか。いいか、水木の心を癒すのが最優先だぞ。分かってる。